誕生会を開くんですか？皆さんが考える普通のお祝いでいいと思いますけど。だが、高魔族は少々変わった感性を持っているからな。そうそう、高魔族って何かと派手好きでしょ。こんなものですか、なんて言われたら悔しいじゃない。ですが、私に高魔族のセンスを聞かれても。それもそうか、ユンユンは高魔族の中じゃまともな部類だもんな。じゃあ、メグミンが喜びそうなことのアイデアを出してもらえるかしら。ただいま帰り。はい、絶対にメグミンを喜ばせてみせます。一生忘れられないお祝いにしてあげるんだから。ただならぬ気配。なるほど、サプライズの用意をしているわけですか。帰ってくるのが早すぎましたね。そんなに気合が入るってことは、ユンユンは本当にメグミンのことが好きなんだな。隠すことじゃないでしょ。こういうことは口に出すのが大事なの。ほら、メグミン大好きって言ってみて。そんな心の準備が。ちょ、大丈夫だ、ここにめぐみんはいない。今なら安心して言えるだろ。私はめぐみんのこと。おお、めぐみん帰ってきてたのか。帰ってきてましたとも。だから、その変な話を今すぐやめてください。こっぱずかしいじゃないですか。あとちょっとだったのに。まったく、私がいるのを分かってやっていましたね。誕生日のサプライズプレゼントだ。普通に祝うくらいでは物足りないだろうと3人で考えたのだ。私は聞いてませんよ。ユンユンに言ったらすぐにバレちゃうだろ。それに、普段は言えないことでもこういう日なら思い切って言えると思ってさ。カズマさん、心臓に悪いです。作戦成功ね。喜んでもらえたみたいで何よりよ。それじゃあ改めて、めぐみお誕生日おめでとう。我が名はめぐみ。今日この日を生誕の記念日とし、祝福を受け、その喜びをかみしめし者。この酸っぱい。